こんにちはそれでは今からですね暗算7級の問題の解説をしていきます暗算7級では1桁から2桁までの見取り暗算の問題が全部で3種類出てきますそして今まで暗算8級までは1桁の計算しかなかったんですけれども2桁の計算が出てきますここでも大切なのは絶対に筆算してはいけないということです頭の中で1桁2桁3桁の幅のそろばんをイメージして ちゃんと計算していくその意識を絶対に忘れずに頑張ってやっていきましょうそれでは早速1問目からやっていきますねまず2円を頭の中でイメージして入れましょうそして30円も入れてくださいそうすると32円になったはずですよね32円に1円を入れると33円になっているはずですそれに16円を入れると49円になりますよねということで答えは49です まあ最初はそのイメージがしにくかったりとか何か難しいなと思うところもあるかもしれないですが問題をいっぱいこなしていくうちにですね必ずできるようになるんで諦めないで頑張ってやっていきましょうそれでは2問目に移りますね69円をつまみましたそして7円を引きました今62円になってますよねそれに6円をつまむと今68円になってますその次 10の部屋で8を足そうとしています6に8を足そうとしている68に80円を足そうとしています8を足すときは3510でしたということで148が答えになりますねはい3問目に移りましょう3円を入れてみてくださいそして85円を入れてみてください今88円になってますねそれに1円を入れると89円になるはずです それに4を足すときは6を取って1010 10の部屋で6を取って10ですね6を取って10だから129が答えになりますよねはい4番に行きましょう45円入れてみてくださいその次足せない8は2を取って10だから今125円になっているはずですそれに3円を入れると128円になりましたよねそしてそこから6円を引くとですね122が答えになりますよね はい、5問目にいきましょう2円入れてください75円も入れましょう今77円になってますねそれに1円を入れると78円になります、はい、その次5を足すときは5を取って10なので128が答えになるはずですよね、はい、6問目に移りましょうか、はい、まず2円を入れます45円も入れてあげてくださいそうすると47っていう数字が出来上がりました はい、その次足せない8になるから2を取って10で今127円になってるはずですそれに2円を入れればいいので129が答えですよねはい、7問目に移りましょう9円をつまみます30円を入れますそして4円を引きましょうそうすると35円になってるはずですよねで53円を入れればいいので答えは88になりますね はい8番に行きましょうまず1円を入れますそして17円も入れます今18円ですねそれに1円を入れると19円になりますその次足せない9になるから1を取って10をすれば答えは109になるはずですね9問目に行きましょう35円を入れます足せない2は5を入れて3を取るから55円になりましたよね 55円に3円を入れるから58円になってるはずですねそして最後7円を引けば51円が正解となりますよねはい10番に行きましょうまず1円を入れてくださいそして7円をつまみましょう今8円になってますよね8円に51円を入れると59円になるはずですその次10の部屋で6を足すときは1510 一入れて、五を取って十を入れるから、百十九が答えになりますね。はい、十一番に移りましょう。七十円をつまみます。一円をそのまま入れましょう。五円をそのまま入れましょう。七十六円になっているはずです。その次、足せない八は、二を取って十で百五十六。最後に二円を入れれば、百五十八が答えです。 12番に行きましょう7円詰まります5円を引きましょうそうすると今2円になってますよねで92円を入れると94になるはずですで足せない3になるので10の部屋で7を取って10を入れれば124というふうになりますよねさあ13問目に移りましょうか93円を入れます1円も入れます今94円ですそれに5円を入れれば99円です そして4足せませせん。足せない4は6を取って10を入れればいいから答えは139ですよねはい14番に行きましょうまず7円を詰まります50円を入れます今57円になりましたよねはいその次8を入れるときは3510だから137になってますよねそれに2円を入れればいいので139になりましたよねその次3を引けば136がます 答えになりますねはい15番に行きましょう2円を入れます5円を入れます今7円になりましたそして80円をつまみました今87円になってますよねそして10の部屋で足せない5は5を取って10だから今137になってますか137に最後2円を入れればいいから139が答えになるわけですよね はい、それでは B の問題に移りますねまず5円を入れてあげてくださいそして62円を入れてあげると67になるはずですねで7を足そうとしてます10の部屋で7を足す時は2510なので137になってますか137に2円を入れればいいので139が答えになりますよね さあ2問目です65円を入れて20円を入れると85円になってますね85円に2円を入れると87円になるはずですよねでそこから6円を1取って5で取ってあげると答えは81になりますよねはい3問目に行きましょう円円円入れてください3円入れれてててくくだだささいいになってます足せない4は5を入れて1を取る そして1円をそのまま入れれば64になりましたよね64に5円を足せばいいので答えは69になりますね4番に移りましょう80円をつまみました足せない後は5を取って10ですそして6円をつまむので136になりましたそして5円を引くと131になりますよね で最後に3円を入れれば134が答えになりますはい6円つまみましょう91円入れましょう今97円になってますそして10の部屋で1を足そうとしてます足せない1は9を取って10だから今107円になってるはずですそれに2円を入れればいいので答えは109円になりますよねはい 6番に移りましょう50円を入れます2円を入れますそうすると52円になってますよねその次8を入れる時は3 5 0そして1円を入れると133になりますよね133に5円を入れれば138になりますよね7番 いきましょうかはい45円入れてくださいそして3円入れます48円になりました48に9を足す時は1を取って10だから138になりますよね138から8を引くと130になりますので答えは130ですよねはい8番に行きましょう41円入れます足せないには5を入れて3を取るから61になりました でさらに1円を入れればいいので62円になりますよねでその次7円をつまめば69になりましたよねということで答えは69で大丈夫ですねはい9番に移りましょう6円をつまみました60円もつまみました66になってますよねでその次7を入れる時は 2、5、10だから136になってますそれに2円を入れると138になりますよねで、そこから3円を引けば135になりますよねはいはい、10番に行きましょう20円を入れます1円を入れます今21円になっているはずですそして17円を入れてあげると38円になっていると思いますそして1円を入れてあげると39になりますよねはい えー、そうしたらですね11番に移りましょうか、えー、まず56円を入れますそして1円も入れますで2円も入れます59になってるはずですよね59に60を足そうとしてます6足す時は1510ということで119が正解になりますよね 12番に行きますね4円まず入れてください80円をつまみます2円を引くと82になりましたその次足せない5は5を取って10で132になって6円をつまむので138が答えになりますよねはい13番に移りましょう3円入れてください1円を入れましょう今4円になってますそして85円を入れると89になってますよね でその次足せない3は7を取って10なので119が答えになってきますね14番に行きましょう5円入れてください60円をつまみましょう足せない5は5を取って10ですそして2円をそのまま入れれば117になるはずですね117から7を引けば答えは110になりますよねはい15番に行きましょう2円を入れます10円を入れます今12円ですよね で85円を入れると97円になって2円を入れると99円ですはいこんな感じでやっていくんですけども、まあ、これ2桁になった段階で、まあ、例えば1問目とかでもですね 5+2+2 は 96+7 で13というふうにやっちゃったらダメなんですねそれは全く筆算と一緒なんでそのばの暗算を練習していることにはならないですでそのような練習でこういう79の問題とかそれ以上の難しい問題をやっていったとしても ソロ版式の暗算というものは絶対にうまくならないですし、まあ、数学とか算数とかの分野にも活かせるだけの計算力は身につかないのでそういうズルはしないで、まあ、頑張っていく必要があるということですよね。で C の問題はまず最初に全部やってみてからですね解説していきたいと思います。 はいこんな感じですね、はい、それでは1問目から解説していきますまず20円を入れると20円のままで75円を入れると95円になってそれに1円を入れると96円になるはずですそれに3円を入れると99円になりますから1問目の答えは99で大丈夫ですね2問目に移りましょう53円を入れて5円を入れると58になってますそこから8を引くと50円になりますよね で 40, 円を40円を入れると90円になりますなので答えは90ですねはい3問目です85円を入れて2円を入れると87円になりますでそれに5を足すときは5を取って10だから137になりますよねそれに2円を入れればいいので139が答えになりますはい4番いきましょう7円をつまんで6円を引くと1円になります それに68円を足すと69円になるはずですよねそして30円を足せば99が答えというふうになりますよねはい5問目に行きましょう1円そのまま入れました40円そのまま入れましたそれで2円もそのまま入れると43が今のところ答えとして出てきますねで足せない6は4を取って10で103円になりますよねそれに5円を最後加えてあげればいいので108が答えになりますね 6番に行きましょう67円入れてくださいそして1円も入れると68円になりますよね でその次8を足すときは3 5 0なので148になるはずですねで最後1円を足せばいいので149が答えになります、はい、7問目に移りましょう30円を入れてくださいその次足せない4になるので5を入れて1を取るそして2円を入れてあげれば72円になっていると思います72円に7円をつまむと79になると思います でそこから4円を引けば75が答えとして出てくるわけです。はい8問目にいきましょうか。30円入れてください。そして16円も入れましょう。今46円になってるはずです。そして1円を入れると47円になってます。さらに2円も入れると49円になってます。ということで答え49ですね。はい 九番です。七十六円入れました。二円を入れると、七十八円になっているはずです。足せない九は、一を取って十なので、百六十八になってますよね。百六十八から五円を引くと、百六十三になるので、百六十三が答えです。十番ですね。一円を入れて七十円をつまんで、一円を入れると七十二円になるはずです。 足せない5は5を取って10で122円になって最後7円をつまめばいいので129が答えになりますよねはい11番に移りましょう95円を入れて足せない8は2を取って10で175になりますそして2円も入れると177になって1円も入れれば178になりますよねはい12番に行きましょう 80円をつまみます。2円を入れます。今82円になってます。その次、足せない5は5を取って10だから132になるはずですよね。で、それに7円をつまめは139になるはずです。そして6円を最後に引くと133が出てきますね。はい、13番に行きます。15円入れます。2円入れます。今17円ですよね。17円に20円で37円になりましたね。 で、最後2円を入れれば39ですね。ということで13番39でオッケーです。14番です。30円入れました。足せない9は1を取って10。そして5円をそのまま入れれば125になってます。で、そのまま3円を入れると128になってで、そこから7円を引くと121になりますね。ということで121が正解です。 はい、最後です。40円を入れました。1円も入れました。3円も入れました。44円になってるはずですね。はい、その次足せない6は4を取って10を入れました。今104円になってるはずですよね。で、最後に5円を入れれば109円になりましたよね？ はい、えー、こんな感じで、暗算7級では、ですね今までと違って、まあ、2桁の問題も出てくるようになりましたで、この2桁の問題がしっかりできるようになれば、ですね掛け、えー、暗算であったりですとか、割暗算であったりですとか、もっと口数の長いみとり安産というものもできるようになって、その計算の幅が広がるので、えー、絶対、えー、頑張ってここはできるようにしていきましょう。というわけで、今回、これで終わります。ありがとうございました